もありがとうございます。ニニニットです。今日はですね、このトピカル、今出てるのがトピカル3です。こちらの編み込み模様でのあのゲージのゲージを取るためのゲージスワッチを編みました。で、これから作りたいものがですね、下の 2×2 リブ二目ゴム編みですね、これにしたかったのでゴム編み機を使ったんですけれども、ちょっとこちら見てください。あ、まずこちらのカバーですね。これちょっとね、このカバー、以前、ネーミングのトークでお話しした奇跡を起こす、魔女っ子メグちゃんがですね、なんとメルカリさんで見つけてくれたんですね。で、これはお話ししてないですよね、まだね。これ 4.5 ミリピッチで、私太編み機は自分で段ボールで作ったんで、6.5 ミリミッドゲージマシンもそちらのカバーで用が足るんですけど、4.5 ミリになると幅が狭くて、ちょっとそれがごっつすぎるんですね。で、これね、海外の編み機 YouTuber の先生方、多くの方たちが使っておられますけれども、eBay ではね、手に入ってもお値段もそこそこだし、海外からの発送となると、これプラスチックで割れちゃ、届いてみたら割れてたっていうのも嫌だしと思って、4.5 ミリもなんか工夫して作れないかなと思いつつ、布をかぶせてたりしてたんですけど、その魔女っ子メグちゃんが奇跡を起こしてくれて見つけてくれたんですね。で、しかも2つ、本人のと私のと2つあったので、喜んで購入したんですが、これどうもですね、シルバー用みたいで、これ上にかけたら、この多分溝にね、この下がパカンとはまるんだと思うんですけど、これブラザーのはちょっとはまらないので、こういうふうに養生テープで2つをジョイントさせて、後ろでペタンと貼って貼る形で使ってます。とても便利です。まあ、これもそうなんです、カバーもそうなんですけれども、それよりも何よりも、まあ、カバーも嬉しかったんですけどね。こちら見てください。はい、こちらです。こちらのゴム編み機、ブラザー KR890、 これですね、間隔が狭まらない問題、トラブルがあって、で、今度840の方は左側がガタンと落ちるということで、840に今使っているこの890のブラケットを取り付けたら問題が解決して編めるようになりましたって言ってたところ、先日動画でやってましたように、あれ、ブラケットどこ行っちゃった、ちっちゃいスプリングですね、それが落ちてしまって、自分で、はめれないので、夫にはめてもらって、だから840をつけてたんですね。で、今日早速編もうと思ったら、どうもおかしくてですね、気づいたらその840のブラケットのネジ、あ、バネがまたなくなってました。で、探すよりも前にねと思って、なんとなくね、890で編めるんじゃないかなっていう気がしてて、っていうのが、私がこれ、この編み機とこの間隔ですね、これが狭まってくれないっていう動画を出した時に、海外の方が英語でね、ここの問題、ここがちゃんと奥まで入ってるかっていう、入ってますかっていうね、コメントくださったり、あと2台の状態を、
小田原ミシンサービスの編み木職人さんにお話ししたら、おかしいな、ちゃんとはまっ、奥まで入れてるとかで、やっぱりここの部分のことをおっしゃってたんですね。どっちのブラケットも使えるっていうことは、固定の仕方がまずいんだと思うんだけどなとかっていうお話だったんです。で、今日やってみたんですね。ただやっぱりね、これの、両サイドともですけど、奥まで入れる、この上にネジありますけど、あと下でこれ編み機のを普通の固定金具で留めますけれども、緩んでる。止めますけど、これが本当に加減をしながらしっかり奥まで入れて、しっかりなってくれてる状態をぐっとキープした状態で、ここを本締めにするっていうふうにしたら問題なく編めたんですよ、これ。こういうふうにね、編めたんです。ということは 890OK です。万歳です。 で、840の方は、スプリングがまた飛んじゃったっていうだけなの。あ、ここにあった。まだ本体についてるんだ。これですね。840。あ、こっちは可動式の方か。もう片方の方だ。とにかく、このネジです。このネジ。ああ、映らない。これ。これがまたね、反対側飛んじゃってるんですよ。ただまたこの下に落ちてると思うので、探し出すか、そんな風に外れやすいっていうのは何かね、もっと調整が必要なのかもしれないので、ブラケットだけでもお送りしてね、修理職人さんに、調整していただいて、少なくともそこまでやれば2台とも編めるということで、だから1台はお嫁に出すことになると思います。それでですね、今日このもうゴム編みはやったのでいいんですが、このあのえー、そえーと総編み込みですねでのゲージを取りながら、ちょっとトピカル3の編み込み模様のやり方なんですけれども、これ先日ニッティングマシン ETC の方で表示させてみた、スティッチワールドですね、あれ名前ね、スティッチワールドの11番、ナンバー11、11番の模様です。かわいいですね。で、これのゲージ、まずは操作の仕方と、ゲージを取るのとやってみたいと思います。それでですね、私が、以前このトピカル3でのデモ動画を出してます。それに最近海外の方からコメントがありましてですね、なんかどういうコメントだったか、お褒めの言葉だったと思うんですけれども、でも間違えてたんです。どんな動画だったかなと思って、久しぶりにっていうかだいぶ前なんで見てみましたらですね、私がキャリッジの操作を間違えたデモ動画を上げてました。その時も知ってたはずなんだけど、うっかりでやっちゃってたんだと思います。そちらの動画の方には説明欄の方にお詫びを書き加えたいと思いますし、今日正しい操作で、今日は編み込み模様をやっていきたいと思います。まず電源をオンにします。そして何か出てたらクリアですね。それから今回編む番号ステップと押すとクリア。今回編む番号が11番なのでステップ、あ、違う、模様番号にならなきゃいけないですね。もう先ほど模様編みをしたので、もう一回スタートとなっている段階で何か出てたらクリア。で、この左側は何もこのボタンがついててはいけないですね。それで、なんか
模様変化等々をやる場合は別ですけど、でスタートからステップとすると模様番号というところにランプがつきます。で11ってこれ、まあ、11番編むんですけど、これクリアで、これから編みたい番号11と入れてステップ、たら模様位置を知らせてくれます。で模様は今回は連続模様にします。でステップで、スタートになったら、ここからですね、1段目から編み始めるんですけれども、まずキャリッジの設定です。キャリッジはここのターンマークと言われるとこですね、この外側に出して、で向こうの、まだ映んないですね、このダイヤルを向こう側、模様編みにしますね。英語では KC とかってなってるのかな。で、この状態で、その他はまだ、同時編み込み等々を入れずに1段いきます。タイミングベルトをかみました。ガチャガチャガチャっとタイミングベルトが動いてます。はい、1段目のに対応する針が選ばれました。で、ここで初めて動かします。ここで初めて同時編みを入れて、で色糸を、色糸口に入れますね。これで編んでいきます。これ私最初からね、模様編みのカムボタンを押して編み始めちゃってたんですね。で、ここから、何段か、編んでから目印に2段入れて、そこから60段ですね。編んでいきます。まあ、大体、10段ぐらいするのが理想なんだと思うんですけど、ここで、ここから始まるよっていう、この上から始まるよっていう印を入れたいと思います。ちょっと全然違う色を入れて編みますね。2段入れます。で、色糸変えます。元に戻します。で、糸の針を気をつけて、ここから、60段なんですけど、20段おきに目印を入れたいと思います。これはゲージを取るためなんでいいんですけど、渡り糸、あまりに長い、こういうふうな、あまりに長いのの場合、こう編み込んだらいけないんですけど、ちょこんとこう針に、引っ込んでる針にかけるといいですね。こういうところもかけると、あと始末がいらないですよね。はい、編んでいきます。はい、20段に来ました。ここで、中の40目、40 stitches の長さでゲージを取るわけですから、21番目の針
レフト21。2本用意しまして、あのコントラストのある糸を2本用意して、ライト21、ここに一目編み込んでおきます。模様の針が出てる場合は編み込んでおいて、印を入れておいて戻しますね、針を。はい、これで、40段でまたこの糸をこう渡してね、40段でまた同じかということをやって60段まで編みます。40段に来ました。また同じことをします。レフト21、これ針が引っ込まないようにしっかり編んでおきますね。でライト21、これはまた模様で出てる針です。編んで一回ベラ越しさせて、編み込んでおいて針を出します。はい、あと60段まで、あと20段ですね。こういうふうにして、これ実際に編む編み地で分かるような模様ならいいと思うんですけど、今スチッチダイヤル、編み目ダイヤル66です。だから6つ配列掛け目を作っておきます。こうやって目印に、これダイアナ・サリバン先生のから学んだことですね。1、2、3、4、5、もう一つ、あと6プラスいくつっていう時はね、いくつ3目ぐらい離してやったりしますけど、今回はちょうど6なので、で1段だけ針を下げて、 H に下げて編んで、それから出します。そうすると大きい掛け目ができてくれるので、この編み地は1、2、3、4、5、6、スティッチダイヤル6で編んだよという印ですね。はい、こういうふうに編めましたね。この辺失敗しちゃった。まあこちら側のしっかり、こちらがしっかりゴム編みから続いてしっかり編めてるので大丈夫だと思うんですが、でこれで私は何を編みたいかと思ってるかと言いますと、まあゴム編みを作って、フィンガーレスグローブって言っていいのかな指のないグローブ、作業用の手袋というか、この腕抜きと一緒にこういうのをしてやろうかなと。あとエンブロイデリー、刺繍ですね。刺繍なさる方ってこうまあ布のねやつですけど、この指のとこちょん切って、やっぱ針をこう長い針を使われたりとかする方とかよくしておられるんですね。まあどっちにしても運転でもね、あれだし、ちょっと手袋編んでみようかなと思ってるわけです。それからこれからの予定なんですけれども、こちらアナログテレビですそれでこちらがニットキャンパスですね。ブラザーのニットキャンパス、そしてこのFB100、 これをでですね、もう本当にニットラボさんのお知恵を、借りて、ようやくこういうインフラが整いました。で結局なぜ、このアナログテレビが必要だったかと言いますと、これ結局ニットキャンパスって私のなんかついてる
KC320 ですけど、結局ドクターマリオとか、私やったことあるのドクターマリオぐらいですけど、昔のね、ゲーム機はテレビにつないでやりましたよね。で、結構、二通りの方法をニットラボさんが教えてくださったんだけど、ちょっと XP を、パソコンでテレビっていう、外付けハードを Windows XP の、パソコンに、取り付けて、このアナログテレビの代わりにするっていうことも教えて、いただいたんですが、これで、結局はデザイナーニットですね。この大量にあるこの、フロッピーディスクのデータをですね、デザイナーニットのデータに全部取り込みたいわけですね。そうするとパソコンにこの手順をやるために2つの無料のソフトがをダウンロードする必要があって、ですから XP はもうね、インターネットにつなぐのはつなぐことはできないので、だからアナログテレビを入手したわけです。で、幸いね、本当に安く、これシャープの、アクオスか、すごい薄型です。薄型で後ろに持つハンドルがあってね、これがメルカリさんであったので、これらの機材を使ってですね、これらね、コンセントにつなぐのが4口いります。4口 そんな感じで、もう実はインストールは終わったんですけれども、ようやく重い腰を上げて、とにかくこれらの大量なフロッピーディスクですね、80何枚もっとあるかな、あるんで、特に海外の方がね、どういう模様を作っておられたか、とても楽しみなので、頑張って取り組んでみようと思ってる次第です。はい、ありがとうございました。